んにちは、元気ですか？人混みの中、恥ずかしようもなくやっておりますよ。ということで今日はその朝遅刻しちゃった時とか、あとそのお弁当忘れちゃった時に、時間がないでもお腹が空いた、そんな時に最高のスポットが渋谷にあるということで、ちょっと紹介していきたいと思います。こちらです、どうぞ。マジで、いやバナナの自販機があったのよ、日本初のバナナの自販機ここにあったのよ、バナナの自販機返してよ。はい、朝寝坊しちゃった時は朝ごはんは抜きです。一応聞いてみるね、金さんに。はい、すごいまろやかな顔ね。もうないです、でありましたよ。言われた。一瞬股間見られたと思う。違ってくる。バナナって言ったからって。いやそんなわけないじゃないですか。気のせいかな。気のせいですよ。そうか。はい、ということで今日はねバナナの自販機をね皆さんにご紹介したかったんですけれども、ちょっと紹介できないっていうことで、もう一個行くところがあるんですよ。新宿駅なんですけれども、あやべえ、今日名刺忘れちゃったっていうね。社会人ならあると思うんですよ。忘れちゃったんじゃないにしても、この打ち合わせが3つぐらい繋がったんで、1件目のミーティングそんなに人来るっていうことで、やっぱ名刺ちょっと今日持ってきてるから足りなかった。いやでも次のミーティングで名刺ないのだけは避けたい、そんなあなたのために名刺の自販機ということをご紹介してみます。ね、ということで今渋谷にいるんですけどもね、新宿にね名刺の自販機があるっていうことで、それをご紹介しに今から行きたいと思います。それでは行ってきます。はい、新宿西口に来ましたということでね、こちらまっすぐこっちに行くとですね、名刺作るやつあるんですよ。こちらです、名刺自販機。すごいでしょこれ、1回1,030円。あ、お金入れんの？ね、あの見てる人いるのよ、スカッシュだっつって。恥ずかしいのよ。あ、これいろんな方選べるの、見て1、2、いろんなパターンが選べて、いや、どれがいいかな、この動画何。僕これにします。はい、これが良さそうな。会社名、学校名、ここは劇団スカッシュ。プリクラみたいなんか。劇団スカッシュ。これでもさ、急いでる時だったら焦っちゃうね。そういう意味では一番簡単なレイアウトを作ることをお勧めするよ。ゲームみたいだね、名刺作ってるの。昔のゲームやってる感じ。あ、出た、俺の感じてないタイプだ。ああ、言うだけ選んで、なんか何でか分かんないけど、なんか焦ってきた。打ち合わせがある人みたいな気持ちになって、はい、結構ね、初めてやるから戸惑ってね、あ、これ映せないけど、やっと入力が終わったんで、これちょっと印刷をね、こうやってみたいと思います。今これ印刷イメージが出てます。ちょっとダサいかな。いや、まあ、あくまでも休養な時にやるようだから、じゃ印刷もしてみたいと思います。印刷スタート。あ、もう出てきた。ポロポロ出てくる、ポロポロ出てくる。あ、でもなんか嬉しい。あ、でもなんかちょっとなんかちょっと質のいい領収書みたいな感じだ。ちょっと質のいい領収書みたいな感じあるな。あ、でもじゃんじゃん出てくる。もうちょっとなんかあれよ、フィーバーしたみたいな。ゲーセンでフィーバーしたみたいな。確かに急いでる人としては家に帰るよりはいいと思う。はい、いかがだったでしょうか。そして5番、5番で作りました。はい、ね、はい、よかったら、皆さんも名刺作ってみてはどうでしょうか。はい、忙しい時は実はちょうど僕と今チョン君に撮ってもらってるんだけど、ちょっと明日必要なんですよ、あの名刺が。いろんな仕事の都合上ね、すぐ作りたいねっつって調べたらここがあったんで来てみたいっていう。まあまあそういう意味では実用性あると思います。今ちょっとまあいろいろバタバタしてるんで、こういうね新しい感じの動画も増えてきたと思いますけれども、今後ともどうぞよろしくお願いします。バイバーイ。ぽよよよよよ。